ハロー、こんにちは。世界大会、3日目、ね、セカンドゲーム、LNG VS JDG。BO3 です。JDG あと1回勝ったら、もちろんテレポートで先に抜けて、10日ぐらい準備期間があるのかな。これ早めに抜けたらね、次の準備もできるし、ここは勝って早く予選は終わらせときたいよね。予選っていうか、まあスイスステージ。LNG は負けてブルーサイドを選択。自分たちがここでファーストピックザヤーで JS マオカイナイト JS バリクソウメ。3、4年前のクリップになるけど、ドパの全盛期っていうか、ドパがまだね、毎年ランク1を取ってる時でもドパの得意なTF をボコしてた、JS で。TF だっけ、オリアナだっけ、あれ見て俺感動したもん。こんなに JS 上手いやつおるんか。その記憶があって、俺はまあナイト JS 上手いと思う。よくバンされてるし。LNG は、ラカンと J4。ターザン、J4 ですか。初戦で J4 でキャリーしてたよね。間にターダンがどこまでこう先手を握って、ゲームの有利というのを広げていけるかどうかというのが鍵を握っていると思います。まあ、そのために JDG のミッドジャングル、まあ JS トップの可能性もあるよ。なんなら本戦でね、韓国チームはトップばっか使ってるからね。シンドラ弱いけど。いや、これはジャーバン取ってますから、ミッドジャングルで ADAP バランスは取れている JS マオカイ、完璧ですね。JDG ここで JS が苦手なニーコとアーリオバン、ただエンゲージされたくない。非常に効果的ではありますけどね。ポークがしたい。カイさんもポークできるし。アーリまで消しました。あ、スカウトにやはり主導権渡さないよと。そして、まあ、今大会非常に評価の高いアリス。レンジーはここで何をバンする。ポピー、ゾーニングディセンゲージというところ。ラカンはね、敵にポッピーいるとすごいゲームやりづらいしね。サンロッキーはポッピートップまでやるのか。で、これポッピーをバンするっていうのはジャックス使いたいっていうのもあるんだろうな。ジャックスのガチカウンターがポッピーなので、それも考慮してのバンか。先出しジャックスか。これレネクトンは安定だけど、まあでもエンゲージが欲しいよね。寄ってもいいかなみたいなのはありますけど、レルだとあれですもんね、ディスエンゲージがちょっと。そうですね、苦手ですね。LNG トップ Z か。方法できないとというような形になっていきます。まあレネクトン先出しという形になるとなると、レネクト3度級であればジャックスや懸念といったカウンターピックを持ってますね。ミッドどうなるかだよね。うわ、マオカいるからってサイラスなんだ。ラストピックでサイラス。わーお。これはね、予選で見た。割とうまい PSG のミッドメープルがサイラスで敵アリスターいてマオカイいて負けたんだよ。しかもサイラス 2-0 スタートだよ。やっぱね、メレーキャリーってむずい。安定して軽く出すのむずい。で、JS ミッドとサイラスは JS 圧倒的有利ね。だけど一回ギャンク食らって JS がやられたら終わる。ギャンク食らうまで JS 有利。ポークの JDG といったところで非常に分かりやすい構図になっていると、うん、で一番気をつけるのはサイラスがレベル3になって E で入ってくるタイミングで J4 がミッド来るっていうね。だいたいジャングラーが3キャンプ食ってレベル3になったタイミングでミッド来ます。特にサイラスが味方にいるとき、基本サイラスってウェーブ押し込まれてタワー下にいるん でギャンク合わせも強いし、ほぼ必ず来るんで、これをね、まあ分かってるだろうから出せるとは思うけど、ザヤを CC に含めるということはちょっと難しい。サラサイではレベル3マジで警戒です。発動が遅いですからね。ザヤ以外がかなり強力な CC を持っています。で、36級はカースさんで締めたげたバーストといったところも高いですから。あ、 LNG は、まあ、ガンクアクション。ハロー、こんにちは。あの時はね、会場が LNG VS JDG。 そうでしたね。セカンドゲーム、無敗優勝もちょっと視野に。何、無敗優勝の話してた。サムソン・ホワイトが強いっていう話か。ワールズ2023スイスステージラウンド3。いや、でもあの当時のサムソン・ホワイトは2014年ね、やばかったよね。ルーラー、ヘイルブレードで、まあアンバラルグレイブからのダスクブレード、そしてナッシャット。コーチが一緒。
話聞いてなかったんか。いや俺はねちょっと実況の音ちっちゃくしてんのよ。俺が実況するしかぶっちゃうから。おカナビこの構成で。でもねなぜかねレボルさんのねファーストストライクですか、あの切れる発言はしっかり聞こえる、はい、聞こえる。そのターダンに切れボルはねなぜかね聞こえてくるんですよ。結構危険なんですが、魔界の場合だと W オート Q でフェイズラッシュ発動して敵と距離を取りながらダメージを取りながら一方的に逃げていくというプレイが。うわこれね相手に狙われやすいような時いいよ食らっちゃダメよ。 JS は選択することで安全性を高める。で JS これさドラケンじゃないんだ。気にしてない、そういうことですね。はあ最近ドラケンだけどね JS になると思いますね。リフィルポーション、まあ、マッチアップも有利だしってことでしょ。でもこれドラケンの HP がないと簡単に死ぬからな、ギャンクされた時とか。トップはレネク有利マッチアップだけど、でジェイスこれもうね3ウェーブでプッシュしないで2ウェーブでプッシュをしますね。そうですね、特に基本もう1ウェーブ目でプッシュするっていうのが多いんだけど、早めにワードしたかったから JF を怖くて2ウェーブ目でプッシュしますね。でこれ2ウェーブ目でプッシュしちゃうとどうなるかって、今 JS のポジション見てほしいんですけど、後ろで待って後ろにいるのよ。だからレベル3サイラスが先行するから JS のプレッシャーが一旦落ちる。なので3ウェーブ目で一気にガンとプッシュしてタワー下でめちゃくちゃハラスしたい。でサイラスも入ってきてるよ。マップ、おいマップ見せてや。ミッド JS めっちゃ削られたんや今サイラス入ってきて。だから本当はね2ウェーブ目であえてプッシュすると3レベル先行されちゃってミッドの有利消えちゃうから押したくないんだけど、やっぱ JF4 サイラス怖いんでね。 JS1 回連離れたね。かなり警戒してましたね。スマイトで大きなクルーを取ることには成功。レッドバフをただ持っていないのが、まあ、それぐらいサイラスのレベル3は警戒しなきゃいけないってことです。ジェイスフェーズラッシュでもないし、ね、トップはレネクトンが押し勝っているし、サイラスもここで、ね、ウェーブを押すことに成功。これね案外痛いミッドのマッチアップ。細かいところだけど2ウェーブ目で押しちゃったからサイラスが3先行して徐々にプッシュできてサイラスがフリーバック得た。これ本当はジェイス常にタワシャに押し込んでサイラスいじめれるマッチアップなんだけど、ターザンの圧力ですかね。これねミッドね、ジェイス割とね、いやそりゃそうですよね、いるかもしれないと思いますね。こうなったらまあジェイス有利マッチアップなんだけどサイラスも全然連できる。ところで、まあ、ウェーブの集権は渡してもいいのでという形で一旦リコール。だから皆さんは基本どの連でも3ウェーブ目でプッシュするのをおすすめしますよ。2ウェーブ目で早く押しちゃうと3ウェーブ目がなんか敵のタワーがミニオン殴るの手伝って相手3レベル先行するから、ね、ガラも、あ、でもマナは使ってますから一気にプッシュして気づきましたね。ハンガー発見したようですね。この重要さはね気づくのねかなり時間かかるんで、なんとファッキン無料のロール講座解説もしていくタイプ、していくスタイル。いつも俺これ気づくのめっちゃ時間かかったからな言って。なんで毎回なんか序盤有利なのにさウェーブ押してんのに相手の方がなんか有利になるんだろうって気づけなかった。サポートしますね。2ウェーブ目で押すと良くないですね。その分ね。あ、面白いですね。ないと涙買ってないですねファーストリコール。うん、これねメレン相手は特に涙は買わない方がいい。特に殴り合えるマッチアップだったら。結局ジェイスって敵を殴って HP 削って1対1で有利取ったらマナがなくてもハンマーフォームに切り替えてマナ回復できるんだよ。だから結局レーン勝てばいいんでセレッテッドダーク行って序盤強めに行く。でサイラスいじめてサイラスがタワシャでなんか待ってる間にメレーモードでファームで、ティアは遅れるんだけどティアって別に遅れて買ってもいいしね。マナもね別に3つ目で買ってもいいし、その効果としてレの主導権をサイラスなんか詳しくね、NA マスター詳しくねということに繋がりますね。ただその分だけ、マナムネの完成が相当遅れる。いいね、ナイトさんいいですよ。中盤からのそのティア買わない判断といったところの影響力は下がりますね。ジェイス有利マッチアップだね。それでもやっぱサイラス序盤弱くて、でも一回これサイラス有利取るとジェイス本当しばかれるんで気は抜けないで仕掛ける。あー味方がいるから369が誘ったのか。しかしワードがないので後ろに J4 いたらやられる判断。無理はしません。一旦カサンテが様子見てレネクトンを引き寄せたんだけど、マオカイ序盤軽くもないしね。だいぶ見てますが
レネクトンやっぱこのタイミング超強いよ。でターザンダイブ狙うよ。スタンがある、レネクトンスタンがある。しかしこれはギリ無理という判断です。ミッドレーンがちょっとナイトが完全に抑えてるので GS が来る可能性もあるしね。動けないですね。ただスカウトとしても体力使いながらマナ使いながらでも CS はしっかりと取れてますからね。いやナイトこのタイミングで下がる。いやこの体力でスカウトがこれはねターザンミッドをバックのタイミング作ってあげるのすごい優秀です。トップ無理にダイブしないで確実にミッドを助けてあげる、この判断めちゃくちゃいい。 CS も勝ってるし、そしてスカウトとしてもそれが分かってもいいのでリコールタイミング作るために体を寄せましたね。なんか国内でやっているからこそのちょっと動きにも見えましたか。そうでしたね。いやちょっと待って、これサイラス JS と CS 一緒なんだよな、これダメだよ。ビスケットがあるのでロストチャプター確保できる、簡単にできちゃったねサイラス。やっぱナイトじゃないスカウト強えな。こうなるとそうです、ね、ロストチャプターできたサイラス結構ダメージあるからね、戦い方によってはジェス負けますよ。戻ってミッドレーンが戻ってくるのが遅いからと。はい、そうなりますね。ワンウェーブ分だけで LNG はボトムもちろんザヤラカンなので有利マッチアップですから、ドラゴンを先に取るウェーブプッシュして、はい、でもなんで敵の JDG のルーラーさんは CS 勝ってるんですかね。カイサで CS を勝つだとザヤラカン相手 What the fuck。 もちろんミッシングがうまくやってるのもあるんでしょうけど。フォーク構成にオーシャンドレイクが出たのはラッキーだったよとこうインタビューで答えていた選手もいたそうですけど、まあ相当ラッキーでしたね。ただ、他のドラゴンソウルでも結果変わったかというとちょっとレベルのなんか回差が高いな。そうですね、結構影響大きいですね。おーで魔王界のレーンギャンクを警戒しているぞ LNG。 カナビがプッシュを手伝ってレベル6になる。先ほどのところで魔王界ちょっと経験値もらって6になりたかったんだね。でその6になってヘラルドに向かうのかな。ありましたよね。JDG そこを踏まえて警戒してプッシュタイム。トップはもちろん序盤レネクトン有利イコールヘラルド有利です。押し勝てるし視界も取れるし。さあ地下 VS36 級 CS はかなり地下つけています。 LNG はドラゴン取った、そしてヘラルドも取る。プレートも1枚準備はできてんじゃないかな。まあ、ミッドが先にウェブ押し込んで動けるんだけど、サイラス HP 関連もしっかりしてるし、アイテムも出てるんで、これトップの戦いブルーチーム強そうに見えるけどな。三角形としては魔王界のウルトパクれるからねサイラスが。去年今よりも強い魔王界、あほぼ 100% ピックバンだったんだけど、その時にねサイラスが出てきて勝率ガクッと下がりましたからね。魔王界も覚えてますから。魔王界のカウンターはそうですね、まさかのミッドサイラスだった。まあ、でもルーラーでもいいですか。カイサのアルティメットもなかなか、いやでもやっぱり集団戦における制圧力を考えると魔王界のアルティメットは一級品ですから、サイラスが美味しいアルティメットってなんだろうな。魔王界のウルトこのタイミングは、まあ、無理して戦う以外あんまないねという形で。レンロルトはなんかどうなんだろうな、なんか微妙そうだよ。さあリクトヘラルド触ってるのは LNG で、 JDG も一応様子は見に行って。カエサのウルトはねいまいち微妙、なんかすごい勝ってる時はまあそれはブリンクできて楽しいよ強いけど、イーブンの時とか負けてる時のカエサのウルトは正直使い道があんまない。ほとんどそのウェーブのタイミングとファンが使うラカンのカバーのタイミング非常にいいので、まあ、味方が合わせてくれたりとかしたら確かに強いか。なんか自分自身で使おうとするとなんかねいまいちたわりないんだよね。まあ、ダメージももちろんないし言っていいと思います。ここまでのところは相当 LNG いいですね。打ち越し入れれば2枚目ヘラルドもあります。ただ JDG のディープワードはかなり気になるところです。 LNG はディープワードを置けてはいませんから、サイラス徐々にミッドの主導権握り返してきてるね。この後どう影響してくるのか、特にボットレーンのところで JDG 側のルーラーは LNG 順調ですよ。でこのボット側の視界を軸にかなりレートゲームもこれ LNG だよ。予測できるようになるレートゲーム LNG、 管理できるエリアといったところがより広がっていきますね。サイラスが軽く出せるかに結構よるけどね。メレーだし。まあ、もうまっすぐ来るぐらいしかない。でもマレーとは LNG だろうな。オラクル使いながら単純にザヤとカイサのパワーが違いすぎると思う。レッドゲーム。
カイザがバックライン飛び込んで暗殺できるなら別だけど、ザヤは暗殺できねえし、この構成カイザあんまバックラインの侵入ないからね。カサンテのウルトに ついてくるとか。ジェイスゴーストブレードなん。えパッチこれ19ですよ。これ20でバフ、これ間違えてね。これ間違えてるでしょ。ヨウムン激弱だよ。ああいうような状況ですし、おジェイスはヨウムですね。No, no, this shit, this fucking item is bad。ヨウムのメリットは何かあるのか。まあやはりまずはその距離のスタッツが高いということで。え、what？ まあ移動速度の増加。いや一時期超 OP でさ、一時期俺もゴーストブレード最強って言ってたけど、ワンパッチだけだったじゃん。そっからみんなダスクブレードじゃん。これパッチ間違えてる可能性あるね。ダメージ出すよと集団戦で。そういうこと。いやまあまあでも一応ナイトだしね。プロですから考えがあるのかもしれない。でゴーストブレードの利点は、まあ足が速い。まあ使ったら足が速くなる。で非戦闘時ちょっと足が速くなるし、スタックが溜まってる状態で敵一発殴るとダメージが追加される、脅威が追加される。でもその追加される脅威がもうほんとちっちゃい、ナーフされすぎ。でジェイスってハンマーフォーム使った時に結構無防備だから危ないんだけど、それをダスクブレードがカバーしてくれるから、ダスクブレードが強いんだよね。プラスダスクブレードの方がポークのダメージ出るし、あとクールダウンいっぱいもらえるし。ゴーストブレードって何くれるっけ、 AD だっけ、純粋な。これでカサンテのアルティメットがないという情報も手に入っていますし、まあ、ちょっと足は速くなるけど、ダスクブレードが強すぎるからな。もちろん今大会ダスクブレード以外のジェイス出てません。まああとは暁かな、トップでは。リフトヘラルド召喚です。まあでもね、ナイトを信じましょう。これはさすがに守らなくてはいけませんが、アタックモーションにも入りました。ね、ソロ級とかでロームするならいいけど、プロってそんな動かねえじゃん、ジェイス。昔は2枚だったから余計微妙だと思うんだよな。そうですね。ガンガンロームするよ、自分レーン勝ってるから他のレーン壊すよみたいな。モビリティブーツみたいな感じ。削ってセカンドレイクも取れてるってことここで、完全にその LNG のペースで一方的にゲームできていますから、これは相当いい展開ですね。まだ、あ、メーザー正義だからね、言うて。MS マイナス5とかプラス5ってすごいでかいですから、まあ、ナイトのことだ。この MS を使ってサイラスのスキルを全部避ける。ただまあサイラスがマオカイのウルト使ってきてもゴーストブレードで避ける、避けれるわけねえな。ドレイクのバフが非常に効果的ですね。まあテラスティがね、まずね、基本ねスキルショット避ければ勝ちですから、増えますから。でドラゴンはケミテック、 LNG はドラゴンめちゃくちゃ集めるね。マオカイのダメージえぐいよな、サイラスが持ってると。ゴールド有利全レーン LNG だけど18、20、24、こんな2桁数字並んでるの初めて見たわ。ワンミニオンで変わるやん。ワンミニオンさ、ビルドになっていますから。一方でサイラスは魔法ダメージが中心ですからね、このビルドのところでの差というところを生かして、スカウトはあえてカサンテに体を当てる形にしてソロレーンの主導権を取りに行ってますね。ということはこれは直からすると耐えてればいいということですか。そうなりますね。いやこれ俺 JDG の構成どうやって勝つんだろう。スカウトが369にどこまで行くか。まあ、ジェイスがポークするっていう構成なんだけど、カイサと一緒に。マオカイも悪魔の抱擁でファーストストライク。あ、マオカイもポークすんのか。かなりテンポいいですから。マオカイ、ジェイス、カイサで HP を遠くから削っていくっていうやり方だね。ザヤに一番効くやり方。ザヤはオールインで強いから、やっぱポークに弱い、射程が短いから。ただからザヤをこのポークでボコそうっていう考え方か。でもね、LNG ね、エンゲージ強いのよね。マオカイのウルト、サイラスが取って、J4 がウルトぶち込んで、ラカンいて、LNG がどうエンゲージするかですね。そうでしたね。まずサイラスがマオカイのウルト取れるのが異次元すぎる。ポーク構成粉砕するだろ。JDG もマオカイのウルトでディフェンスするけど。まあ、ヘラルドファイトというよりかは、マオカイのアルティメットをお互いにどう使うかだな。サイドのタワーの破壊といったところをかなり最優先に置いてますね。
さあそしてリクトヘラルド JDG が触っています。ハンが先頭で入っていく。これポークあんまできてないで JDG 戦ったらこれ負けるで。勝つ方法あんのか、ルーラーがいけるのか。うん無理。ファーストブラッド獲得したのはスカウト。リフトヘラルド倒したのは JDG ですが瞳を拾うことはできなさそうです。おっと、まあ、バフは取ったんだけどやっぱまたバフがないねんけど回収することもできないね。で JS はすぐさまボトムに向かって、レネクトもそれにアンサーする形でボトムに向かう。カナビを犠牲にする形で、まあ、ヘラルドを抑えることによってミッドの自分たちのファーストタワーを守ったというふうに言うと思います、ね。これね正直 JDG 無理だと思うんだけど、でもカッサンテがいる。カッサンテに無理はないんだよ。このチャンピオン369がどれくらい使えるかわからんけど、カッサンテは夢がありますよ、ドリームですよ。おっとミッシング孤立してる。 JS じゃない J4 しっかり決めるって。ここでレルがボトムカバーしてたのにいなくなったら JS がはめられるからな。これボトムのタワー捨てなきゃいけないぞ。青岡が一応カバーしに向かいますが JS LMG がかなり本当にテンポよく無理だね。ボット CG につなげそうな動きですし、カナビを見つけました。ハン母さんがまた寄ってくる。ファームこそかなりできてはいますけどね。まあでもまだミシックが、これゴーストブレードの件さ、ね、なんかインタビューとかで聞いてくれねえかな。単純に間違えた気がすんだよな。形になると思うんです。ええ、世界大会パッチでは弱いけど、次のパッチの今俺たちがやってる現在パッチの 2-0 ではゴーストブレードめっちゃ強くなってるんで、ソロ級の癖が出たような感じもするんだよな。戦える時期ではなかったですよね JDG。 ここジャーバンがリバー出ているので挟めるという判断で直仕掛けていったのは素晴らしいですね。ミッシングとしてはどうでしょう、プッシュ補助というのもあって、まあ、でもフェーズラッシュでもねえし機動力が欲しかったって言われたらまあそれはそうなんだけど、ファーストストライクだから対応してくるというところで、まあ 予想外の動きをされてしまったような感じですね。いてラチのスタートだ、追尾をおっと、ただこれはルーラーがキラーボイドを使って離脱。第一のバカボディブロックして、いやこれ回線 HP ねえからな、何もできないよ。ジギランリュウも2人。さあそしてコピーした第一の爆によってルーラーゾーンカサンテが無双するのか、マオカイがフラッシュで ADC を捕まえる。2キル獲得 JDG、 そして2キル獲得 LNG、 いや3キル目となります。これでダブルキルはスカウト、うん、スカウトうめえな。サイラスで JS 相手 CS 勝って一瞬のそのスカウト、ドラゴンファイト前にミッドのところのあたり、エバーフロストはルーラーも効くか。エバーフロスト忘れちゃうんだよね、あのスキル。ファイトになってしまったので、これがいやサイラスダメージえぎ。サイラスの Q2 クラウト、あの爆発クラウトマジでいていいからな。でサイラスウルトをマオカイのウルトにしてカイサゾーニングしながらジェイス捕まえて、いやーサイラス最後も E2 当てる、うめえ。こんなうめえスカウトにどうやってあのゼカは無双してたんだ。このテンポというのは維持できますね。サイラスあかりのメタにまた戻るのかこれ、去年のように。かなりナイトはスカウトであったり地下であったりといったところに対してハラスできてますからね。おお、インプロバビリティ相当 LNG 高いですね。まあただ重要なのはレベル3が一番最初に言った一度も負けないそうですねことなんですよね、集団戦で、はい、でも JDG は集団戦がすごい上手いからな、やばかったような状況だったと思います。あ、もうあの状況でも、はい、キル入った先というのがナイトやルーラではなかった。3000ゴールド差、 LNG4 ドラリーチ、ゴールドリフレスオーバー、構成も LNG が強そうに見える。中ではあるものの非常に綺麗なスノーボールになってますね。いや絶対強いLNG の方が、ただそれをルーラーが369のカッサンテが見せてくれるかどうか。いやスカウトがかなり
調子がいいという。でも JTC あんまツールないと思うんだよね、本当。逆転するツールがマジカサンテ。カサンテのコピペしかない。これはワードに映っていますが、さすがにハン、ラハンを捕まることはなかなか難しいと。ジェイスもね、これ結構ティア遅れてるんだよね。勝つために、取るために先にポイントを取ってます。勝てなかったかな。自我が寄ってくる。ゾーニャをもう作っています。セカンドでゾーニャですから。でも昨日の G2 もね、 あそこから逆転したし、何が起きるかわかんねえな。プッシュアドバンテージというのを生かして相手の先に寄ろうとはしていますが、 JDG もそのトップのプッシュ、今日 G2 の試合もすごい楽しみだよね。捨てて相手のカバーを最優先にしてます。 KR チーム相手特に強いから、これ時間ちょっと伸ばしてやろうという考えですか。そうなりますね。相手のミスのミッドで寄り切った瞬間のところさえカバーできれば、まあ相手のスノーボールを止められるだろうという判断になってますね。なので LNG としてはもう一度同じような動きで、まあ、駆け引きをして、サイドのスカウトであったり直といったところはいかに体を隠して、アクションを成功させるか、もしくはサイドのプッシュを徹底してセカンドタワーにウェーブを押し込むかというのが重要になってきますね。さすがに GDG もトップレーンやミッドボットレーンのところでセカンドターンまでミニウェーブを押し付けられた状況というのは無視できないと思いますから。まあでもただ2個は入り始めました。 JDG 村マナがでもやっぱり遠いですか。あとわずかですね、まあ、ドラゴンには村マナ間に合いますね。なんとか間に合いそうですよね。ただもう 2.5 個は入り始めています。 LNG今このさパッチでさゴーストブレード行くチャンプっているっけ。コントロールワードもほぼ全員が買ってますから、まあ、何かアクション仕掛けたいよという準備するよという現れになっているでしょうか。加算って次第だな本当。 JDG はソンメイルをすでにちゃんと持ってますが、脅威 MF、 ね、MF ってなんだ。さあボットレーンに寄ってきたターザン、あのシーズン6でザイラサポートをカウンターするためにピックされた MF サポートってこと？それを取ることにしました。プロで MF って出ないよな。そうそうドラゴンまで。だからあの MF サポートが今現状だとやはり NLC が有利。ピックされた時にはもうね震えたよね。先にそしてソロ級が荒れた。MF サポート勝率 30% だった。30% 台だったわ。ドラゴンアドバンテージもありますし、そしてビルドアドバンテージもある。完璧なアッシュミスフォーチュンウルトコンボ、okay? 関係ないです、関係ない話です。でもあのシリーズは俺が見てきた中10年間の試合で一番面白いシリーズだったんで、ロックスタイガーズ VS、まあ、T1 2016年世界大会見てない方はぜひ見てください。実況解説上げています。で LNG VS JDG、 ここで4ドラゴン目、すごい大事な戦い。 JDG が一気に囲む。マオカイのアルティメット持ってるぞサイラス。カナビ一旦フラッシュ、マオカイのフラッシュエンゲージは切ることができなくなった。いやこれ JDG ドラゴン取られたらほぼ負けです。取らなきゃいけない。一旦 LNG はグループで JDG ルーラーウルトで寄れるのでミッドを選択。しかしドラゴンファイトに寄ってこなきゃいけない。 LNG がまずドラゴンを叩いて叩いて HP 削られる。カイザが戻る。マオカのウルトを見ているサイラス、ポジション的にポジションを取るぞ。マオカのウルトを切ったサイラス、お互いにウルトを切った。何がどう起きてるんだ。ドラゴンをどっちが取るんだ、これが一番大事。でも JDG がポジション的にはいいぞ。 JDG がポジションがいい。そしてカスタンテが J4 を捕まえてドラゴンを確実に取らせる。ガラザヤガラザヤ、ルーラーいつ飛び込む。カイザが飛び込んだ。ジェイスフラッシュイン。しかしジェイスゴミチャンプ、お疲れ。ダスクブレードだったら生きたかもな。ゴーストブレード弱すぎ。おいあれあれあのあれダスクブレードだったらサイラス殺して生き残ってた。ノーレットでエース獲得。誰ダスクブレードだったらあれね HP 減ってる対象に対してダメージがすげえ上がるから殺したでしょ。で無敵になってそこからダメージ出して、まあ、結局集団戦負けてたんで変わらないですけどね。会社の集団戦の陣形自体は JDG お見事でした。このところでマオカイどうしてジェスがねアイテム一つで何か変わる未来なんかないんだよね。そんな影響力ねえからお前。そこの条件を取ると、でこのドラゴンを取った後のところでここで一気に入り込んでいくわけですが、ここでダメージがわずかに足りなかったですね。
いやスカウトフラッシュインして引きつけてサイラスギリギリ生き残る凱旋で回復集団戦うめーカッサンテがね奇跡を起こすしかなかったんだけどカッサンテの第一プライオリティの仕事はドラゴンを取らせないってことだからねおい感情がないやつどうなってんだスパイか奥にいるやつ8000ゴールドより怪しいぞこのバロンバフで一気にどういうところ感情が無だったというとは思いますが、まあ、まずは冷静ですね、あれでたまにねおいやこれ今アルティメットコピーちょっと待ってこれは750ゴールドコーチを使う価値があるのかどうかというのがこれあのドニア持ってるならわかるでも、はい、いやウルトを、ね、キャンセルさせるというか、はい、取ったしえちょっと待ってえすぐ取れんのそしたらミスの可能性はそうですねやりますがあれ10秒間取らせなかったけどなんかすぐ戻ってきたかキャンセル扱いだからすぐに帰ってくるのかサイラスのウルトルーラーを積極的いやでもこれそっか10ラスこれレベル13、16だからレベル3のアルティメットなんでクールダウン18秒とかですか単純に18秒後に取ってカナビフラッシュがないしストップワッチもないやっぱ JS ってベートピックじゃねバフプリーズボットレーンも狙うかそれともエンドかエンド判断 LNG テレポートでこれは戻ってくるようですジカなんか LGL のティアリストではキャスターティアリストでは JS が S プラスティアとか言われてたけどやっぱそうじゃないよねこいつ万能じゃねえさあドラゴンストライクその3ロックを狙いに行って CC ロックから1キル獲得 LNG ですこれはもうこのウェーブでエンドネクトさん破壊まで LNG はもう狙うしかないですね、ルーラーとナイトが残っていますが決戦上ナイトへのフォーカス全フォーカスルーラーはフリーなんですがネクトスターを狙いながらミッシングを倒していやでも正直 LNG が構成あまりにもよく見えたわさあゲーム2返しましたカイサはやっぱルーラーでも無理か勝利しましたいやでもカイサピックすんなら JS 狙い通りだったと思いますね全く JDG がやっぱエンゲージ強い構成だよな自分たちの点2個とか進めていって集団戦もやっぱカイサちょっとトラップピックな可能性あるね徹底できましたねザヤが安定してるいや特に今惜しかったのがトップエンのレベル6ある